福岡ソフトバンクホークス対ここで打席には柳田が入っています。さあチャンスが続きます。今ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。打ったか、下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。ソフトバンクホークス5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、いや彼らしい見事な一打でしたね。8番バッター坂本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナー三塁です。打ちました。あっと強い当たり、取れない。サードランナーホームイン、ホークス1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、ホークス大量リードとなっています。バッターは4番筒香、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まで、今日は見事な完封で白星を